ですよ。皆さんこんにちは。こんにちは。本日はですね、431回のメディカスでございますが、はい、まず最初はですね、オープニング流れます。はい、ご存知ですか？知らないですよね。知ってますよ。お、知ってますか？はい。メディカスのメディカスのオープニングからいきたいと思いますので、はい、カメラに向かって、翔、はい、さん右手、僕は左手で、はい、メディカススタート。はいはい、ね、そんなびっくりするのもあります、はい、メディカツスタートでいきたいと思いますからね、はいはい、いきますよ、はい、第431回どんどん夢が絡むメディカツスタート。弾けそうなときめき忘れていないかい、思い出してよ無邪気で素直なあの時を。ということでね、あ、どうぞ飲んでください。大丈夫ですよ。大丈夫ですか、はい。第430回どんどん夢からメディカツでございます。今夜のゲストご紹介したいと思います。サロンとシホオーナーのシホ久美さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうもね、シホさんとはですね、まあ、メディカツ、そうそうそう、まあ、いろいろ最初の話をするとちょっとあれな、まあ、まあ話をしますけども、メガネの間にも出ていただいて、うん、はいはい、あとメディカツ関係のイベントなんかにもね、はい、何度も出ていただいてね、はい、本当にありがとうございます。大ファンです。ありがとうございます。本当にね、はい、もういつかメディカツに出ていただきたいなと思ってたんですけど、やっと、ね、はいはい、叶いました。叶って、はい、本当、嬉しいです。いや、本当ありがとうございます。で、今日ね、見てる方、まあ志保さんの魅力をね、これから皆さんにお伝えしますけれども、実はお願いがね、3つほどございますんでね。まず1つね、超いいねよろしくお願いしたいと思います。超いいねというのは、あのハートのマークね、あれがいっぱい飛ぶとね、私たちテンション上がりますから、はい、ぜひね、超いいね。2つ目、コメントお願いしたいと思います。今日は志保さんがね、いらっしゃいますから、志保さんにね、質問とかいろいろ聞いていただいても結構ですし、まあ、面白いよとかね、それだけでも結構ですので、ぜひコメントをね、ほら、超いいね、来た。あー、すごい、嬉しい。嬉しいですね。コメントをよろしくお願いします。そして3つ目、これ一番大事です、シェアをお願いしたいと思います。画面のね、スマホで見てる方は画面の、左端の方に、下の方にね、シェアというボタンがあると思うんで、それを押していただいて、投稿するって押してもらうと、自分のタイムラインにシェアされますんで、そのシェアをしていただくと、たくさんの方にね、見ていただけるのと、あとはですね、シェアをしてくれた方の中から、今日はですね、ゲストの方から素敵なプレゼントございますんでね、この番組中に抽選しますから。でも抽選に参加できるのはシェアをした方のみになりますんでね、ぜひ今のうちにね、シェアをなさってください。よろしくお願いしたいと思います。で、コメントはですね、メディカさんもできる限り読み上げる、はい、皆さんの ね素晴らしいですよね。何がコメントちゃんと全部こう呼ばれてね。でも今日はね、ちょっとね、多すぎてね、そうですか、読み切れないかもしれない。いや本当ね、ちょっとコメント読まさせてもらいますね。あ、手塚さん、水越さん、翔さん、こんばんは。あ、こんばんは、ね、こんばんは、ご無沙汰しております。ミッキーノイさん、俺と同じひげ、何なんて言うかな、これひげ、髪の毛多い、ひげなんて言うの、これ
はい、これ誰のことかな、僕のこと。そうじゃないだよね。そうだよね。あよ、マサヤさん、よい、よい、エビ、よいエビさん、シェアしました。よいエビさん、違うこれ。あ、そうですね、ね、はい、はい、ありがとうございます。はい、あ、マサヤさん、ね、緊張してますか。さん、ちょっぴり緊張してるっていうことでね。あの、どうですか。緊張してるかもしれないです。あ、本当？本当ですか。ね、ということでちょっと緊張してるかもしれませんが、まあ大丈夫です。はい。で、内山さんスタートということでね。米谷さん、強制的に MC の歌を冒頭で聞かせる番組、ありがとう。ね、その通り。ね。あ、ミッキーノイさん、塩さん変わらんなって言ってますよね。あ、オリジナルテーマソングになる番組ですごい、内山さんありがとう。ね。しかも僕の作詞作曲の歌ですからね。もうこれがね、やっぱり自分の番組やっててね、一番嬉しいですよね。そうですね、素晴らしい、いい歌ですよね、またね。本当ですか、はい、ありがとうございます。もう何度も聴いてるからね。そうなんですよ、生は聴いてるもんね。そうですよ、口ずさんじゃいますよ。本当ですか、じゃあ後で一緒に歌いましょうか。ね、あ、シェアしましたね、たけしありがとう。都内田翔さん、お綺麗な方、憧れます。ありがとうございます。皆さんもね、しおさんみたいに綺麗になりますよ。今日いろいろ美の研究されてますからね。これから聞きますからね、いろいろね。ね、みやこさん、しおさん可愛いね。佐藤奈子さん、シェアしましたね。よいさん、こんばんはね。みやこさん、ミッキーさん、爆笑ね。そしなりさん、しおさん、お綺麗な方ですね。まさやさん、シェアしました。今日も美しいしおさんね。ちょっとだけね、あの水越さんもかっこいいって言ってくれるとね、ちょっと嬉しいかなと。気持ちが、ね、上がりますよね。強制的にみんなに言わせるんで。ね、カメさん、第431回どんどん夢かなうメリカとおめでとうございます。しおさん、水越さん、こんばんはってことでね、こんばんは。あ、みちこさん、ありがとうございます。はい、作詞作曲素晴らしいってことね。もうね、20代の頃から作詞作曲してますけどね。うん、まあ、シンガーソングライターになりたくて CBS ソニーなんかの曲をね、当時持ってったんですけども、うん、まあ残念ながらね、なれずに。でも50過ぎてからこの番組でね、自分の曲をかけられるという喜び、ね、素晴らしい、ありがとうございます。あ、池山さん、ありがとうございます。水越さん、翔さん、こんばんは。翔さん、今日はメガネ屋さんの時よりかなりリラックスムード、笑顔が素敵です。ありがとうございます。あ、あの時池上さん見に来てた。え、どなたですか。池上さんっていう、いや、いらしてなかったと思う。本当ですか、ね、一番かっこいい男ですよ。いい、あ、この間メリカツの、あの、何でしたか、ライブでお会いしました。あ、そうですか。初めてご挨拶させていただいて。じゃあ今の嘘がバレましたね。いや、本当素敵な方です。あ、本当ですか、はい、はい、あれ、そんなことどうでもいいんですけどね。あ、ヨッシーね、いい歌ですよね、ありがとう。ね、ミッキーの上さん、最強決定、ありがとう。何が最強決定かよくわかんないけど、みよこさん、ね、意味わかんないね。ね、俺も綺麗になれるからで、わけわかんないですね、これ。あ、ヨネさん、ありがとうございます。水越さん、かっこいい。ね、最後のダブルいらないな、これな。うんうん、あ、浜ちゃん、ありがとう。水越さん、かっちょいい。ね、トタリさん、水越さん、いつも素敵。トシナリさん、水越さん、かっこいいですよって、みんな優しいね。優しい、みんな。あ、佐藤のりさん、テーマソングも大好きです、嬉しいね。ということ、あ、ミッキーのりさんもね、先生かっこいいってね、ありがとうございます。ということで、本当皆さんありがとう。もう愛深いからね、みんな。今日はね、塩さん、草部塩さん、塩草部さんお招きしておりますが、はい、まあ先ほどね、ちょっとお話しましたけど、私と最初の出会いっていうのは、はい、実は北原さん、そうですね、おもちゃの鑑定士北原照久さん、この番組には出ていただきました、何でも鑑定団でおなじみの北原さんの講演会に、まあ、私も、まあ、私いろんな、ね、講演会に常に顔出すようにしてるんですけれども、まあ、可愛がっていただいてるんでね、で行った時にいらっしゃったんですよ。はい、そうです、ね、でその時にその懇親会の時ね、終わってから、はいはい、懇親会も同じ会場だって、はい、でテーブルがそれぞれあって、はい、で僕がそこにいた時にそのテーブルにたまたまいらっしゃったんだよね。そうです、はい、一番取りで一番前に来ました。一番前でね、そうで、あの時ね、あれ、山崎太一くん、ね、宇宙の、そうですね、はい、宇宙ビジネスで今活躍してますね。来年再来年ね、宇宙行くという山崎太一くんもいたんだよね。そうです、うん、あの時は北原さんの声聞きに来てたんですか。そうです。あ、そうなの、北原さんを、はい、知ってたんですか、前から。
宇賀さんには、あ、おわ、じゃあ話聞くのは初めてだ、はい、あ、そうなんですね、 はい、ね、それで一番前のテーブルで僕もいて、翔さんがいて、うん、あ、素敵な方だなと思って、でもそれはその時別にね、はい、何もなかったでしょ、何もなかったって僕は別にメディカついてくださいとか言ってね、はい、別に言ってないし、はい、そうですね、だよね、はい、その後どうだったんだっけ、でその後お食事行ったんですよね、でもそこでも離れてましたね、うん、なんだっけお食事って、お食事って中華行ったじゃないですか、あ、その終わった後だよね、はいはい、うん、別に僕は誘ったわけじゃなくてその流れで行ったわけね、はい、そうそうそう、そこでもお話したっけ、ちょっと遠くでしたね、遠くで、あの時は、ね、あ、そうだっけ、はい、あ、ね、あと鴨頭さんとかいらっしゃいませんでしたっけ、あ、いらっしゃいました、いらっしゃいました、鴨頭さんが、まあ、主催みたいな形だったんじゃないか、そうですね、あと区議会議員の方とか、 あと太鼓さんもいらしたし、あ、そう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 ね、いろいろいらっしゃって、まあそれでそれが縁でね、その後メガネの前田 TV、 その後、その後にお誘いくださったんですね、メガネの前田 TV ね、はい、はい、出ませんかということで、でも実際その時に何をされてる方か僕よく知らなくて、うん、そうですね、普通のただの単な主婦の方かなと思ったら、はい、後からね聞いたらいろいろされてるということで、いや大したことしてなかったんですよ、いやいやそんなことないですよね、本当に、うん、でまあ今はあの現在のお仕事は、現在ですか、現在は美のコンサルタントとして、美のコンサルタント、はい、もう説得力あるじゃないですか、ね、美のコンサルタント、女性を美しく、はい、そうです、うん、はい、どういう、うん、今それで美あのお仕事としてはどういうことをやれてるんですか、女性が女性として生まれたからには女性の生活を楽しむということですね、うん、はい、それにあの置いて例えばお肌のお手入れを、うん、お肌のお手入れね、あのなかなか時間がねあの、うん、なかったりするんですけれども、まあ、今忙しいですからね皆さんね、はいはい、でもそれをきちんとねお肌をお手入れすることによって、あの第一印象ってお顔なんですよ、うんうん、でそのお顔をあのパッとこう見た時にあのお手入れが行き届いてると第一印象ってやはりこういいじゃないですか、ね、全然違いますよ、うん、はい、なのでそれを、まあ、お手伝いする、本当にでも綺麗ですよね、ありがとうございます、いやこう近くでみんな羨ましいでしょ本当この近くでね、うん、拝見して本当に美しいね、ありがとうございます、はい、まあ、もちろんね美のお手入れされてるからね、あ、そういうことを教えてらっしゃる、うん、はい、そうです、うん、であとメイクをあのメイクもねとか、うん、あのこう全てそういうコースがあるんですけども、うん、それでまずあのなかなかね自信がない方でもそう自分がこう綺麗になることによって、うん、もう帰りキラキラして帰られるんですよ、本当もうそれが嬉しくて喜んでね、はい、私もそれが嬉しくて、わかる、はい、うん、でなんかあの、はい、お化粧だけじゃなくてなんかいろいろあるんでしょ、他にもメニューとしては、はい、あとはこうあの私の考えているのがこの美のコンあのトライアングルというのがありまして、美のトライアングル、うん、はい、外見と内面とインナービューティー、外見と内面とインナービューティー、はい、そうです、はい、で外見は私がそういうこうお肌とか、まあ、メイクとかですねこう見た感じのあと立ち振る舞いとかあのそういったことをあとお話の仕方とかそういったことをこうあのメインに考えてるんですけども、内面というのはあの心の中もねあの綺麗でいるということで、はいはいはい、あとはこう人に対する気持ちとか、うん、あと自分自身の、うん、マインドを高めたりとか、うん、自分のエネルギーの高め方とか、うん、そういったこう内面の部分ですね、うん、でそれからもう一つはインナービューティーといって、あの体の中が綺麗だとお肌も綺麗ということで、それが、はい、先ほどの腸活ですね、あの美容さんっていう先生と、うん、あとミッキー農園さんが先メッセージくださってるんですけど、腸の中を、はい、あのお野菜とかそういったもので、そうか、はい、腸が綺麗だとお肌が綺麗ということです。そのトライアングルで初めて、はい、美が整うシャキーンとね、はい、素敵な女性になると、そうです、それをやられてるわけですよね、はいはい、なるほどね、まあそこら今日はね実はそのもうメディカツ大賞発表しちゃいますけども、はい、女性これ申し訳ないけどこれは限定ね女性のみなんですけども、はいはい、何を、私があの自宅サロンであのコースとしてさせていただいているスペシャルコースというのがあるんですけれども、うん、今私お風呂に入って体を石鹸で洗ってないんですが、うん、
あのお風呂の中に、うん、毛穴より小さいバブルが出るんですよ、うん、だから今すごい前のようになって聞いちゃいましたけどねお風呂って言ったんです、うん、でそのお風呂に使っていただいて全身の汚れを落としていただくんですね。すごい、はい、なんかすごいでしょ、バブルがこうすごいんですよ。何ミクロ、0.001 から3、すごいね、はい、なのでそれに入っていただいて、でお顔のお手入れを私と一緒にお手入れの仕方を学んでいただいて、でそれから、さっぱりしてこうスキンケアですねをしていただいてから、メイクのレッスンをするっていう、そういう、こうフルコースがあるんです。極楽ですねあの私がするわけじゃないんですがしてもらうんだよね、はい、一緒にこう、ね、勉強していただくんです、レッスンなので。もうね、本当にそれは男性ができないのが残念ですけどもね男性はちょっと無理だよね、それね。それはなぜ私はしないかというと、やはり毎日のお手入れって自分自身がしなくてはならないので、その仕方をきちんと学んでいただくことによって、ね、三日坊主じゃなくて毎日続けるということです。それが嬉しいわね、はい、一回さやって綺麗になって終わりじゃね。そうなんですね。それは自分でアウトプットできていかないとね。そうですね、何でもそうなんですけど、インプットしたらアウトプットをするっていうことをきちんと習慣づけていくっていうことで、そこ大事だよね、はい、でそれのコースを、はい、コースがあるんですけれども、うん、そちらを女性が当たりましたらそちらプレゼントと、はいはいはい、ね、男性はダメですよ女性のみ残念ですけどもね。これだけどすごいよね。だって、まあ、金額言っちゃいけないの。いいですよ。いくらなんです、通常35,000円です。35,000円ですよ皆さん。やっぱりこれ極楽をそれで味わえるんですよ。で自分でもできるようになる。これね、最後に抽選しますから、皆さん最後まで見逃すなあっちきな、ね、ということで、途中最後ね、抽選しますから、その時に皆さんから抽選しますからね、最後までお楽しみに、はい、ちょっとコメント言います、はい、ちょっと待って、どっからだこれ、あ、ここだ、あ、皆さん綺麗とかね、かっけーとかね、うん、戸谷さん、ぜひとも志保さんから学びたいです。 ありがとうございます。池上さん、誰も何かあったなんて思わないのにゲストと何もなかったとやたらと弁解がましく言う MC ね、はい、ありがとうそのコメントね。小山さん、お肌の手入れ興味あります。あ、なるほどね、ありがとうございます。お肌のお手入れって、はい、何かこう特にこうどういうことを注意した方がいいとかって何かあるんですかね。丁寧にするということですね。丁寧にする、はい、皆さんちょっと雑なんですよ。あ、そうなの、はい、力を入れすぎたりとか、あとすごくこう何でしょう、力任せにしたりとか、その力 を加えた分だけお肌が硬くなっちゃうんですね。へえー、そうなんだ、うん、なので優しくするっていうことが大事なんです。へえ、はい、お肌の手入れ、はい、すごくこう何でしょう、さささっと何でもこうクレンジングでもこう雑になさるんですよ、うんうん、でもやはり丁寧に丁寧にってことは時間かけてってこと？時間かけて、皆さんでもお化粧に時間かけるじゃないですか、うん、でもクレンジングとか洗うものっていうのはすごくさっとこう洗ってしまって、シャワーを当ててみたりとか、そういう感じで終わらせてしまうんですけども、それじゃ綺麗にはなれない。例えば志保さんはどのぐらい時間かけるんですか？クレンジングと洗顔でしたら大体、まあ、お風呂の前にクレンジングですので3分ぐらいですか。でお風呂に入って洗いますから、まあ、何分でしょう、3分。お風呂は結構ゆっくり入る方ですか？お風呂はそのバブルバスに入ってるので、うん、15分コースなので。あ、そうなんだ。毎日それは入ってるので、お風呂、うん、ではただその後は長いですね、私は。お風呂、お手入れ、はい、お風呂を出てからが結構しっかりやってます。あ、そうなんですね、はい、なるほどね。ね、としなさんも、しほさんから綺麗になる方法を学びたいです。ありがとうございます。みんなすごいですね、引き寄せが。関さん、お会いしたらもっと素敵でした。関さん、ありがとうございます。今度ですよね。レッスンする、こちらのシェフの方です。あー、はい、シェフの方、はい、ね。後ほど、ちょっと告知、あれでしょ、元シェフの方ね。このね、常識が、そうです、そうです。9月22日に常識が変わる家庭料理。つまみつけちゃった。はい、え、何だろう、はい、違う、今ここで。はい、何でもないです。あ、大丈夫
常識が変わる家庭料理主婦に特別扱いされる術のお教室、はい、9月22日、はい、これどういうものですか。こちらですね、あの心と体を同時に癒して、うん、あなた自身が満たされていくということで、うん、あの幻の調理のパフォーマンスと、うん、あとそれがその関さんっていうその元シェフの方がなさるんですけれども、うん、私はそのレストランに行った時にあのシェフから特別扱いされるというのの、うん、あのちょっとこうコツをですね、術を皆さんね、あのレストランとか行ってまあまあ何いくらぐらいコース1万とか、まあ、大体8000とか1万円ぐらいのコースのね、はい、あの行くじゃない、僕もよく行きますけども、そこのコースのあのなんていうのこうシェフの、シェフの方と、まあ、仲良くなったりとか、はい、コミュニケーションですか、コミュニケーションの取り方ですね、うん、をすることによってあのサービスをしてくださったりとか、あの同じ金額をお支払いしててもすごくこう得した気分というか、ね、気分よく、うん、あのさらに帰ることができるっていう、うんうんうん、すごく素敵な時間になる、あのさらにねっていうこう術をお伝えしたいと。でも残念ながらこう人数少ないんですよね。たった4名なんです。4名ですよ皆さん。9月22日、ね、はい、もしご興味あったら今ねリンク貼りましたから申し込んでくださいね、イベントページからね。よろしくお願いいたします。これ場所どこでしたっけ。私の自宅サロンです ね、はい、都内です。都内ですね、はい、はい、あ、村井くんね、来た来た村井くん。村井くんにも後でちょっといろいろ聞こうと思ってたんで、ゆなちゃん、美のトライアングル、外見、肌、メイク、立ち振る舞い、内面、心の中や他人に対する気持ち、自分のエネルギーの高め方、インナービューティー、体の中が綺麗でいること、合ってますか。合ってます。すげえな、ゆなちゃん。ありがとうございます。どうなってんのね。本当ですね。書いてんの。すごいね。浜ちゃん、水越さん、超かっこいい、ありがとう。テンション上がる。上山さん、メディカツ大賞欲しいです。お、来たね、直球が。ありがとうございます。村井さん、今日のシェア大賞は女性限定、しかも美しく変身するためのコースのようなヨーヨー、まさに私のためにある大賞だわ。なんで女になるんだよ、いきなり。ダメ、バレてるよ、バレてるよ。でもね、男性にも実はあるんですよ、プレゼントね、お楽しみに。ね、0.001 ミクロン、マイクロメートルは1ナノメートル。ありがとうね。はい。ね。ハマちゃん、綺麗になりたかーっつってますよね。もう男性が面白いね。あ、トタニさん、メディカス大賞ワクワクしますね。トシナさん、私もメディカス大賞欲しいです。ミカちゃん、ありがとう。シホタン。ね。ミカさん、ありがとうございます。スミさん、男でもいいのですか。還暦のおじさんですがね。お風呂はダメですけども、あの別の賞が、あ、別の商品がありますからね。あ、ミッキーの上さんね、勉強になる、ね、勉強になるな。3回連投してますけどね。美穂子さん、私も翔さんから手入れの仕方を教わって見違えるようになったわ。そうです、もうお肌ピカピカですよ、うん、本当にピカピカなるよね。絶対で翔さん見てたら分かるもん。そうですか、ね、ありがとうございます。強いだもんね。ありがとうございます。上山さん、当たった場合行かないといけないのでしょうか。そうだよ ね、 そうですね。これはあの都内の方に来ていただかなきゃ。でも上山さんすぐ来れるから大丈夫だよね、当たったらね。だからそう、来れる人のみちょっとね抽選することになりますけど、美は努力の賜物ですね。村井君、ありがとう。よし、手前の左手にバッグが映り込んで鼻にかかってるような、はい、よく分かりましたね。ちょっと僕もさっき気になったんですけど、ね、そのままにしてたんですよね、はい、これこっちを置きますね。はい、すみません、はい、いや実は僕もちょっと気になってたんだけどね。まあいいかなと思って、はい。ありがとう。幻はスペシャルね。網地島さん、ありがとうね。村井さん、僕も食事に行くとマネージャーにん、ね、何ですか。もうほんと漢字読めなくなってさ、ほとんどトイレに、近い末席に案内されるんです、はいはい、ね、ダメじゃんということでね。はい、あ、そうそう、ひいきひいきごひいきのひいきね、はい、もうさ、ヨネちゃんほんとすごいよね。もう聞き漏らさない。もうさ、みんなひいき。俺さ、ほんと恥ずかしいんだよ、時々ね、漢字ね、ど忘れしたら読めなくなるじゃない。そうするとさ、みんなコメントしてくれるんだよ。俺ほんと恥ずかしくてね。
ひいきです。はい、僕も食事に行くとマネージャーにひいきされますね、うん。でもね、皆さんね、こっち側来てくれるとね、本当にね、あの出てこない時あるのよ、うんうん。で、みんなは漢字変、まあいいや、そんなことね。はい、ひいきね、あ、みんな、もう連チャンでひいき、ひいき。もうね、本当にあれ思い出すわ、ね、歌舞伎のね、うん、李演、ね、うん、李演って、はいはい、それ僕は何ですか、なし園って呼んでる、なし、ね、もう本当恥ずかしいよね。でもそういうことをこっち側にいるとね、あるのよ、そういうことがね。はい、あ、水口さんだけじゃないですよ、ハムちゃん、ありがとう、優しいな。ということで、まあ、皆さんコメント待ってますけども、ね、今そういうお仕事されてて、はい、今告知もしましたけども、またこれからね、いろいろ告知しますけども、そういうお仕事をされてるっていうことなんですけども、はい、あれでしょ、小さい時はどんなお子さんだったんですか。小さい時ですか、うん、元気な、活発な、私はおしゃれが大好きでした。え、小学校ぐらいから。いい、もう3歳とかそれくらいから。そうなの。もう帽子をかぶってバッグを持って、へ、靴を履いて、うん、しゃなりしゃなり歩いてました。そうなんだ。小学校も、小学生の時はコンビニに行くのにイヤリングつけてパンプス履いてました。もうね、小学生の時に今コンビニがあったってことだけで僕はもうショックですけど。そう、へー、はい、そうなんだ。そうでした。中学校とか。中学生はちょっとだけど、モテたでしょ、小学校、中学校。中学でちょっとスポーツ、私スポーツダメだったんですけども、うん、中学でバスケ部に入って、バスケットボール苦手なのに、苦手なんですけれども、うん、ちょっとやってみたいと思って、うん、憧れの先輩がいらしたので、だ、男のね、だって女子校なので、ずっと、あ、女子校なの。私はもう幼稚園から大学まで女子校なので。それは何、親がそうしろって言って、たまたま入ったところがそうだったんですね。あ、そうなんだ、はい、幼稚園はちょっと気持ちいるんですけど、男の子が、うん、気持ちいるっていうのはよくわからないけど。そうなんだ。そうなんです。どんなの、はもうは、ね、宝塚みたいな感じですかね、やっぱり。で、男役、女役なんですか。そうです、男役です。そうなんだ、はい、なので中学でバスケ部に入って、なんちゃってキャプテンをしたんですよ。苦手なのに。うん、ちょっと任命されて、うん、そしたら、そしたらモテた。もうモテて大変だった。どういうの、なんか贈り物とかくれるわけ。そうです、チョコレートとか、うん、お手紙が下駄箱に入ってたりとか、下駄箱をペタッと触って喜んでる下級生が。そうです。こんな感じでした。塩先輩の触っちゃったみたいな。そうです、そう、どうなんですか、そういう時のお気持ちっていうの。嬉しいのやっぱ、まあ、でも嬉しかったですね、慕われるっていうね、うん、すごくたくさんお手紙いただいて、もう本当に缶に入らないぐらい。マジですか、うん、はい、そんな感じでした。どういうふうに、どういうこと書いたの、それ。先輩いつも素敵です、いつも陰から見てます。あ、本当。そういう世界あるんだ、はい、そうでした。でも女子校だと先生も男の先生とかいるの。はい、今の学校いらっしゃるんですけども、当時は、女性ばっかりだったの。シスターと、ミッションスクールだったので、シスターとあと女性ですね。もうなんか何から何まで環境がぴったりだな、まったく。それで、男性は小学校に1人、高校に1人かなぐらいしかいらっしゃらなかったですね。そうなんだ、なんかね、秘密めいていいですね。秘密めいてますか。いやー、はい、女子校いいですね、はい、いいですねってよくわからない。ね、もう俺余計なこと言うのやめた、もうね、なし園ね、はい、リエンだよ、リエンね、水越さんの笑顔に癒されました。もう戸谷さん救われるわ、あなたのコメント、ほんとね。あ、片岡聖子ちゃんの回ね、はい。マセルさん、ユネさん、ない、さすがないです、フォローね。フォローされてんのか、これ。フォローしてくれてんのか。ああ、実は配信中に、パソコンでコメントを読むときに読めない漢字を慌ててググッと調べることがある。俺、その余裕ないんだよね。でもね、本当にみんなね、うん、コメントするときって簡単に漢字に変えられるでしょ。はいはい、本当難しい漢字が時々あってね。そうですよね、わかります。読めないんだよ、本当。頼むよ、皆さん。
あ、村井さんいいです、また聞きます。はい、神美代子さん、お嬢様だものっつってますよ。ね、お嬢様だよね、本当。あ、近藤さん広島からありがとう。水越さん、草田さん、こんばんは、今から見ます。ありがとうございます。モテたでしょって言って、モテるという人にもモテた人を見たことがない、うん、俺が言うんだから間違いない、うん、モテたでしょって言って、モテたでしょって言って、モテるという人にモテた人を見たことがない。ユネさん、当時男女別学の高校時代、男子部の先生は男だけで、女性部の先生には男もいたことに大きな不公平感。なるほどね。あ、僕もね、男子校だったんだよね、うん、あ、そうでしたね。つまんなかったね、男子校。そういう意味ではね、男ばっかりでしょ、うんうんうん、だから女子校の文化祭に行くのが楽しみでね。あ、すぐそばに、ね、あ、立教女子っていうね、すごい、あの女子校があって、お嬢様学校がありまして、もうね、学園祭行くのが楽しみでね。それ、その当時は、あの、あれですよ、あれなんつったっけ、あの番組、5対5の、あの恋の、僕らの頃はほら、みんな知ってるでしょ、5人フィーリングカップル5対5だっけ、知らないよね、知らない、知らない。フィーリングカップル5対5って言ったら、それが学園祭でも5人ずつ男と女が分かれて、なんか一人ずつ質問してね、面白いこと言ったりなんかして、でほら、何番何番ってあげてこうね、もう、はい。ということがありました。はい、あ、秘密の花園なんだよな、女子校って。俺たちの場合牢獄だったよな、ね。工藤さん、こんばんは、シェアしました、ありがとう。池上さん、僕は高校時代共学をエンジョイしてました。いいな、共学な。共学とか憧れました？憧れなかったんですよ。憧れなかった、どうして？はい、別に女性だけで過ごしてるのが心地よかったんです。ああ、なるほど、うん、あ、そうなの。それで塾に行ったんですよ。 塾に、まあ、外、うん、学校、あの外出て、あの、行ったんですね、うんうん、したらこう男の子と一緒に肩並べて、それいつの時代？ですね、中3とか、うんうん、それぐらいですよね、うんうん、並べて、あの、勉強したら緊張しちゃって頭に入ってこないんだ。あ、でもそうだよね、女子校ずっといるとね。そうなんですよ、それどころじゃなくなってしまうんですね。だから、あんまり、うん、なるほどね。はい、あ、フィーリングカップル5対5、いや、よかった、知ってます、知ってますってね、マセオさんも佐藤のり子さんもね。ね、美代子さん、ウケるってね、年がバレるって皆さん言ってますけどね。フィールカップル5対5ね、僕ね、ハガキ出してね、うん、当たったんだよね、1時かな。でもなんかその時行けなかったのかな、うん、まあ、まあ、いいです。フィールカップル5対5ね、上山さん知らないって知らないですね、本当。あ、まあ、知らないことにしておきましょうね。はい、じゃあここでね、あの、早々とクイズタイムメディカツをやりたいと思います、はいはい。何ですか？これ知らないでしょ。何も俺予告してないからね。クイズタイムメディカツやりたいと思いますよ。何だろう。1分間でね、はい、塩さんのことを丸分かりというね、はい、クイズタイムメディカツいきたいと思います、はい。で、何ですかこれ。ね、塩さんを一人で写すからね、はい。今ここに塩さん一人で映ってるから、はいね、はい、で僕は質問というか聞きますから、はい、これを押して黄色いボタンを押してから答えてくれます、うん、黄色いボタンを押してからですね、押してから答えるね、はい、押してから言葉で言えばいいんですか。そうそう、言葉で、言葉で答えてくれる、はい、ね、分かんなかったらなんか聞いてくださいね、はい。もう本当にね、打ち合わせもこれ何もしないでいきなり始めますからね、はい。クイズタイムメディカスというのね、1分間で翔さんのことを丸分かりね、丸分かりでもないですけどね。ということでね、はい、じゃあいきますよ。クイズクイズ、あ、間違えた、ちょっと待って、ね、クイズタイムメディカス。じゃあいきますよ、はい、あ、ちょっと待ってね、いきますよ。1問目、はい、一番好きな食べ物は？え？なんだろう。シーフード。シーフード。え？2問目、はい、子供の頃なりたかった職業は？シエ。え、子供の頃？はい、へえ。
自慢のできるものって何かありますか？お肌。おお、いいですね。UFO、お化け、見たことあるのはどっち？お化け。お、これ後で聞いてみましょうね。初めて恋を告白したのは何歳の時？告白、6年生。お、これも後で聞きましょう。今まで男性から買ってもらったもので一番の高級品って何？出た今まで旅行した中で一番遠い場所はどこですか？ドバイ。ああ、そうなんだ。バスのガス爆発、3回続けて言ってください。ガスの爆発バスのガス、バスのガス爆発、ガスの爆発これまでの人生で一番幸せだなと思ったことは何ですか？子供が生まれた時。夢を叶えるためにはどうしたらいいと思いますか？一つだけ言ってください。行動する。最後の質問です。世界中から見ている視聴者に一言何かお願いします。美は一日にしてならずです。素晴らしいでーす。ありがとうございました。面白かったですか？面白かったです。これがクイズ、はい、タイムメディカスでございます。でね、今の一つ一つね聞いていきますからね、はいはい。これやるって知らなかったでしょ？知らなかったです。そこがいいんだよね、またね。クイズタイムメディカスね、今聞いていきますけども、はい、まず一番好きな食べ物は何ですか？はい、シーフード。海のものが好き。はい、大好き。サチが大好き。お刺身も好きだし、うんうんうん、お魚関係、ね、お魚も好きですし、うん、あと牡蠣も好きですし、うん、貝類好きだし。お肉は？お肉も好きなんです。私何でも食べるので。何でも。いや、嫌いなものは何かあるの？馬と。はい。羊。あ、今と羊ね。あと下手物ですかね。下手物誰でも嫌いだと思うけど、ね。2問目、子供の頃なりたかった職業。え、何でしたっけ？CA です。あ、CA 何でしたっけって俺聞かれても困るんだけど。 CA、 はい。え、それいつ頃思ってたの？6年生ぐらいでしょうかね。あ、はい。あ、慣れたんじゃない？父がよく海外にの仕事してたので。へえ、よく行ってたんだ。行ってましたね、はい。うん、なのであの憧れてた。でした、はい。でも大きくなってからなりたいとは思わなかったの？だんだんちょっと変わってきた、ね。あ、そうなのね。はい。UFO、 お化け見たことあるのはどっちですか？お化けなんですけれども、多分お化けだと思いますね。うん、怖い話それ。怖いです。え、ちょっとやめて。マジ？どうなの？うちにいたんですよ。うちのお外に。ちょっと待って、それいつの話？3歳ぐらいの時です。あ、子供の頃ね。はい。どんなだったの？なんか2階に私は兄と一緒に寝てたんですけれども、うん、夜です。うん、で下にあの祖父とか祖母とか、まあ、あの大人がね、みんなお食事してたんですけど、うん、で子供が上で寝てたんですね。うん、そしたら大きいこうあのガラスのがあるんですけれども、そこにこう柵があったんですよ。で下はもう開いてるの、何もあの足何ですか、足場、うん、足場ってないんだけれども、うん、人が何ですかね、こう髪の毛がこうあのソバージュになってった、うん、あのなヒッピーみたいな感じですか、うん、男の人、うん、がこう覗いてる部屋を、うん、覗いてる影が見えたんです、うん、であれお化けなんだろうと思う。それ本当なんじゃない？それ覗きなんじゃないの？それ本当なんです。ちょっとそれが未だに残ってます。怖かったです。それはでもパッと見て、それから見てないわけ？見てないです。それね、自由幽霊ってことしておきましょう。お化けってことでね。恋を初めて告白したのは6年生。6年生。それは、はい、だけど女子校だったんだよね。はい、誰に？近所の人。近所の人って男の人？近所の人。近所のどんな人だったの？すごくハンサムだったんです。
相手はどのくらいの人だったんだろうね。中学2年生でした。あ、近所知ってるお兄ちゃん。知らなかったんですけど、おもちゃ屋さんで巡り合って、うん、へえ、それですぐ言ったの？言わないです。あ、何回もあったの？あ、ストーカーですよね。お家を探したんですはあ、あまりにも素敵だから、はい、見つけたの。でもそしたらうちの近所だったんですよ、うんうんうん、すごく近所で、うん、それでそれでチョコレート、あ、バレンタイン、マフラーを編んで、あ、マフラー、うん、でチョコレートを持ってバレンタインの時に行ったんです、うん、お家にピンポン押して、うん、そしたらびっくりしたろうなお兄さんが出てらしたんです。そしたらお兄さんもっと素敵で、お兄さんにあげちゃったちょっと待って、このお家なんだこれマジで、はい、お兄さんって、お兄さん高校生ぐらいだったんです。もっとかっこよかった、吉田栄作みたいだったんです。あ、ほんと、はい、で思わずあげちゃったの、はいめっちゃ面白い話でも、まあ、弟さんにそれは弟にって分かってたので、お兄さん渡してくださって、あの3月14日にちゃんと持ってきてくれました、あの弟さんの。あ、本当、お返し、はい、ホワイトデー、はい、それで でも街で時々会うんですけども、うん、あの緊張しちゃって、ああの無視してんです私は。もう分かるわなそれ、なんか男からしたらなんか気のないような感じしたもんね。そうなんですよ、うん、すごくこう純粋だったんです、その頃はね。今もね。え、じゃあその時はそれだけだったの？進展はなかったの？ないです、ないです。そんな進展なんて。なるほど。進展なんて。なるほどね。で、今まで男性から買ってもらったので一番の高級品というのは、まあ多分来るだろうなと思ったのに、マンションか車だろうなと。でも夫がね、そうですよね。ああ、そうですね。私が欲しいって言った時。買ってくれたの？はい。何ですかそれ、ちなみに？ポルシェです。出たよ村井くん登場するよ村井くん。あ、本当ポルシェなんてやつそれ。カイエンでしたね。え、カイエン、カイエン、もう僕知らないんだけどさ、911しか知らないからさ、あ、でも好きなんだよね車ね。好きです、運転するのね、はい。で、あの今実はね、あのそういう受付、受付も、車の受付もしてます。高級会社のショールームの受付もされてて、はい、それやっぱ好きだからね。好きなんです。あの、ああいうやっぱ高級会社の受付ってなんか違うんですか。いらっしゃるお客様が違いますね。ああ、そっか、はい、そうするとやっぱり接客も違ってくるわけだ。そうですね、はい。車のこともやっぱ知らないといけないんですか。受付はそうでもないの。うーん、ただあのお客様とお話しするのに円滑に行くにはちょっと知ってた方がいいですね、うん、なるほどね、あんまり行ったことないからね、うん、だ例えばフェラーリとか。私がいるのはランボルギーニと、ランボルギーニ、あとはあのドイツ車の BMW。 BMW、はい、かーいいですね。それと今まで旅行した中で一番遠い場所、ドバイ。ドバイ、それはやっぱり あのお父様のお仕事関係。いえいえ、あの家族で。あ、家族で旅行で、はい、ドバイ。ドバイどうですか。え、どうですかドバイ。素晴らしかったですね本当に。あの人が皆さんこうターバン巻いて、うんうんうん、男性も真っ白の白装束で、うん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 、見たことない世界でしたけど、水タバコをこう吸いながら、もうこう黄金の世界を感じるような感じでしたね。暑いんですかやっぱ、うん、暑いんですが、でもその時本当に何十年ぶりに雨が降って大雨だったんです。本当、で砂漠なので、あの染み出ちゃう。娘が足を入れたらズボッてこう入っちゃった。へ、うん、だからこう全部濡れてしまって、あのもう飛行機乗らなきゃいけないのにショッピングセンターに買いに行ったってい こう靴まで全部。へ、はい、そうなんですね、はい、なんかすごいですね。ね、バスのガス爆発ね。ガスのバスじゃなくてバスのガス爆発バスのガス爆発もういいです、ありがとう、はい。ね、これまでの人生で一番幸せだなと思ったことは、はい、子供が生まれた瞬間です ね、はい。でもね、皆さんそうおっしゃいますよ、うん、やっぱりあのお母さんは慣れてる方はね、はい、一番幸せな時は何ですかって、はい、やっぱり出産ね、はい、された時ってね、うん、やっぱり嬉しいもんですよね。そうですね、うん、はい。結構こう時間かかった方なんですか。上の娘は、すぐ生まれた、破水を破水しちゃったので、あの夜中に慌てて病院に行って、うんうん、で無痛分娩の病院だったんですけれども、うん、でもあのすぐ効かなくって、結局、うん、あ違う、あの注射がね、なかなか効かなくて、それで、
麻酔が切れちゃって最後自分で経験したんですよ、ちゃんと。え、あの産む時を無痛分娩で申し込んだのに、うん、ちょっと経験して、うん、でもう麻酔切らさないでくださいって言って、うんうん、麻酔を最後まで何回もやってもらって、産んだ時はもうつるんと生まれたんです。あ、ね、はい、あの2回ぐらいしか生きんでないです。あ、そうなんだ。そうなんです。お二人目は、二人目はもうあの人生女性で最後にあの普通の分娩をしたいと思ったので、うん、何もしないで分娩したんですね。そう、あれは痛かったです。痛かったですか。そうなんだ。本当に痛かったですね。本当、本当に痛かった。もういいです。みんなそう言いますけどね。うん、なるほどね。なんです。夢を叶えるためにはどうしたらいいですか、ね、行動すること。はい、ご自身もそう思ってる。はい、思ってます。ね、行動しないとね、始まりませんからね、うんうん、あのそのインプットいっぱいしたらアウトプットするためには行動しなきゃいけない。インプットだけで終わっちゃう方が ね、そうなんです、いらっしゃいますからね、うん、アウトプットね、アウトプット夢を。ちなみにこれまでいろいろ夢を持って叶ったことっていくつもあるんですか。たくさんあります。例えばまあね、お子さんもそうでしょうけど、うん、例えばビジネス的にも何かある、あ、例えば車の仕事に就きたいとか、そういうのもそう。あ、そうですね、そういうのもそうですし、うん、自分がこうイメージしていることをよくイメージをして行動すると叶うっていうことが最近もう本当に増えました。本当、はい、で、あの身近なことですと、例えばこの間その BMW に行くときにバスで行ってるんですけれども、うん、あの間違えたバスの、そう違うバス乗っちゃったんですよね、間違えた。あ、そしたらなんか車庫に連れて行かれちゃって車庫に連れて行かれた。はい、え、お客さん他に乗ってないの。乗ってたんですけれども、あの間違えちゃったんですよ。意味わかんない。運転手さんが、いや私が乗ったバスをね、うん、で、ほんと1分ぐらいの差で来たんです、たまたま、うん、毎回来るバスじゃないんですけど、うん、たまたま乗ったら違うバス乗ってって、うん、ただ何かあのこうやってた時だったので、あの集中してたんですね、ちょっと来た時にパッと乗っちゃったんです、うん、そうしたらちょっといつもと違うなと思って、うん、あの運転手さんの方に行って、すいません、ここで時あの着きますかって言ったら、着きませんよ、車庫行きですって言われて、でどうしようと思って、時間があまりなかったので、うん、ね、うん、でもタクシーをこう 乗らなきゃいけないと思って、車庫まで行ってタクシーを乗ろうと思ったんですけど、通ってなかったんですね、うん、なんで呼ぼうと思って、うん、呼び方がよく分かんなかったので、うん、まずこうダウンロードをしなきゃいけなかったんですよ、うん、あのウーバーね、うん、だけどその何ですかこれ、あれがいっぱいになっちゃって、あのハードディスク、何ですか、あのあメモリね、メモリが、うん、メモリなんかこう読み込みが遅くなっちゃったんです、うんうんうん、でなので全然出てこないんですね。で乗りたいなって思ったら、乗りたかったんだけどふっと見たらタクシーが来たんです。お、なるほど、引き寄せですね。そうなんです、そういうのがすごく多くて、うん、なんかあのね、メディアに出たいなと思ったらパッと出て、メディカツにね、はい、出れたということだよね。そうなんです。やっぱでもそうイメージするのはね、すごく大切、うん、大事ですね、うん、大事ですよ、うんうん、あと行動する、まあ、あの特にもう最近僕言ってるのは、やっぱり今はもう SNS とかこういうのもねすごくありますから、うん、こう自分で言葉で伝えるっていうことをね、うん、それはすごく大事だと思いますよ。だから文字で書いたりとか、うん、Facebook に投稿するのもそうだけど、うん、僕はこれであの自分で夢をこうやって語ると、はい、それが叶うっていうね、はい、うん、だからやっぱり表現する、夢を表現する、語る、伝えるってことはね、うん、でいろんなところでいろんな人がそれを聞いたり見たりして、うん、助けてくれたりとかね、うん、そういうこともありますからね。そうですね、うん、はい、言わなきゃ絶対分からないからね。そうですね、うんうん、なるほど。で、メディカ世界中から見てる視聴者に一言くださいということで、美は一日にしてならず、ならずということですよ皆さん。さあちょっとね、コメントずっと読んでなかったよ、なんか、どっからだっけ、あ、ここだ、うん、ね、あ、はいはい、フィーリングカップル交代後のね、特に、あ、ここだ、川原さん、志保さん、こんなに美しいのに面白い、美しいのに面白いって言ってますけどね、マセナさん、素晴らしいです、アップでも美しい志保さん、ね、あ、梶川さん、どうもありがとう、とどろき伝説という、やっぱり僕の文科生の番組やってます、はい、とどろきで、はい、世田谷区とどろきで、へぇ、はい、そのまま、美は一日、うん、地にしてならず、本日手に入れた格言です。はい、ああ、なるほどね。はい。はい、そうだよね。美香さん、志保さんに貢ぎたくなる男性の気持ち、わかる。わかるよね。貢ぎたくなりますよ、きっと。貢いだわけじゃないでしょうね。多分必要だったからですよね。いや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 。
ね、納豆うまいね、ありがとうミッキーさん。村井さん、育ち良さそうなのは画面からビシビシ伝わってくるね。そうですか。あ、近所の人爆笑、爆笑だよ本当に。やっぱり美人特有面食い、これメディカスではほぼ間違いない方程式、本当そうですよね。ポルシェカイエンね、ポルシェカイエン私も好きです。戸谷さん出た、村井君カイエン、四駆のジープみたいな車で、あ、そうなんだ、さすがですね村井さん、ポルシェ3台乗り継いだ男ね。戸谷さん、高級会社の受付のお仕事、幼い頃から憧れていました。私も車好きです。美女受付いいですよね、ミッキーさんね。ランボルギーニいいな。ね、あ、何？ベンタドール。ベンタドール。アベンタドールって車ですね。はい、なんであたき嫌わなの？わかんないです。あ、ベンタドールって言ってんのかと思ったよ。ね、どこの車？イタリアです。かっこいいですか？かっこいいです。浜ちゃん、結婚なさってるなんて信じられない。なんで信じられないんですか。そう、ね、内山さん、出産の話はおぞぞぞぞです、まあ、男性からしたらね、はい、あの痛みって分かんないもんね。うん、そうですよね。まあでもそれだけにね、お子さんやっぱり可愛いっていうね、うん、お腹を痛めて産んだ子ってよく言いますからね、はい、そうですね。美代子さん、私もよくやる、なんだろう、なんだろう、引き寄せ、引き寄せか、あ、イメージかな、イメージって行動、うん、ね、かな、戸谷さん、引き寄せ、私も最近たくさん実感してます。イメージすることは本当に大切ですね。ね、川原さん、夢は口に10回出すと叶う。北原さんがね、口辺に10叶うという字は口辺に10、口で10回以上言いましょう、ね、で口で、ね、プラスの言葉を言いましょう、ね、叶う、でプラスの言葉だけじゃなくてマイナスの言葉言っちゃうと今度吐くっていう字になっちゃうね。だから常にプラスの言葉を言いましょうということもね、よく言われますけどね。ということでね、これタイムメディカツ面白かったですか。面白かったですね、はい、僕も面白かったです、ね、で、はい、もうね9時過ぎちゃいましたけども、早いですね。早いでしょ、あっという間でしょ、もう志保さんのあと何の話しようとしたんだっけな今日。何ですか、じゃなくて、あ、そうだ、ちょっと告知をね、シェア対象これから抽選しますから、皆さん今のうちシェアまだしてない方シェアしてください。スマホで見てる方は、画面の右、左下のシェアっていうボタンありますよね、うん、またパソコンで見てる方は画面の真ん中か左の方に、あ、右の方かシェアというね文字があると思いますけど、スマホはね、あ、スマホは左、うん、パソコンはね右なんだよね、うん、シェアをしてくださいね。シェアしてくれた方の中からプレゼント今日これから抽選しますからね。その前に告知をちょっとねさせていただきましょう。さっきちょっと告知した9月22日ね、常識が変わる家庭料理シェフ特別扱いされる術のお教室っていうのは、9月22日でね、はい、これは 4名っていうことでしたよね。で、はい、で9月13日、はい、これお茶会、お茶会です、はい、これは三名学鑑定士の、はい、吉住正代さん、さっきからコメントしてくれ、はい、する正代ちゃんね、はいはい、正代さんと一緒に、うん、あなたの中のダイヤモンドを輝かせるお茶会と、これだ、はい、あなたの中のダイヤモンドを輝かせるお茶会、はい、これ志保さんと正代さんお二人で、はい、お茶会何人、これ、これはですね、あと3名です。あと3名学上手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 、あと3名ですよ、はい、でこれおいくらですか、お茶会、これは3500円。もう志保さんと正代さんと素敵な女性に囲まれて、これ女性限定、大丈夫です、男性も、え、マジですか、はい、来ちゃいますよ、だっていいですよ、いらしてください、男性大丈夫です。場所どっち、都内の、私の、ね、のサロンです。男性いいの、あのたくさんいらっしゃれば、1対1はないんですよ、ああだから何人かでね、そうです、そうです、あの女性だけにしといた方がいいような気もするけどなまあいいや、ね、これはあのさっきリンクしましたので、ご興味のある方はぜひですね、はい、お茶会ご参加ください、はい、でもう一つ、はい、腸活、はい、腸活です。先ほどあの美代さん、美代子さんと、あと三木の江さん、ね、さっきからたくさんコメントね、はい、三木さんありがとう、美代子さんとありがとう、
と腸活で体が変わるという腸が綺麗だとお肌も綺麗ということで、はいはい、もう体のプロフェッショナルの先生が、はい、あのお料理を発酵食品を使ってね発酵食品を、はい、あの料理をあの教えてくださる腸は大事ですよねでもね、はい、そうです、うん、でそれで私はアンチエイジングのお話をさせていただきますアンチエイジングね、はいはい、やっぱ食べ物とか気をつけてらっしゃる気をつけてます、うん、でも好きなものを食べるんですけども、うん、食べる順番とそういうのもあるんですね。それも全部教えてくださるので。本当。はい。いつもなどういう例えばちょっと教えてもらうとどういうあれなんですか。な先に何を食べるとか野菜とか。野菜とかあと発酵食品とか。最初に食べた方がいいんだ。食べた方がいい。なるほどね。そうなんです。そういうのをあの教えてもらいながら食事もできると。そうです。あの作ったものをお食事ができる、はい。これがね9月27日木曜日の10時半から14時半ということで。はい、そうです。これどちらですか場所。サロンです私。これ男の人もいいんですかこれ。これですか？いいですよ、はいね、女性だけできれば、はいね、男性もいいって言ってもうね、たくさん仕掛けたら大変ですからね大丈夫です。もう本当にコメントしてる、ねはい、男ども行きそうですからね、ね、ヨネちゃん、あと3名学ね、受けてる受けてる、ねうんあ、ミキさん、食事会の方が緊張してるね、うんミッキーつながりでよろしくお願いします。調子が良いと調子がいいですもん。うまい。うまい。さすが。さすがミキさん。そう、ミキさんね、ミッキー、うん、ミッキーって呼ばれてますからね、うんあ。よろしくお願いしますって行くんじゃないの？彼女、うん、申し込みきっと。ね、川原さんぜひね、よろしくお願いします。みやこさんぜひいらしてくださいね。うん、ね。ということでご興味のある方、はい、もうしおさんに会えると思っただけでね。ありがとうございます。爆発ですよ。ね。はい、ありがとうございます。いやもう本当にね、まあ本当こうやってね、僕も何度もお会いしてますけども、本当にこう魅力オーラがね、はい、すごいですよね。そうですか。美のオーラが。ありがとうございます。本当素敵ですよ。ね。ぜひね皆さん、はい、今3つ告知しましたけども。9月13日にね、あなたの中のダイヤモンドを輝かせるお茶会、はい、で22日が常識が変わる家庭料理ということでね、シェフに特別扱いされる術のお教室ということ、そして3つ目、腸活で体がね、腸、体の中の腸ね、腸活で体が変わるということでね、ぜひ、いらしてください。よろしくお願いします。はい、ですね、お願いします。実物は画面よりもっと美しくオーラがありますね。ありがとうございます、マサヤさん。本当にね、今怖いし、今私このメディカス、このメディカスというのはですね、私が2010年の5月から始めたインターネットテレビの番組で、うん、私の話したい人、ね、憧れてる人をゲストにお呼びして対談する1時間の対談番組で、それを毎週毎週火曜日20時からやって、今年で8年、400回を迎えまして、今回は431回、ね、続いてきまして、で、この続けてるうちに夢がいろいろ叶ってきて、うんね、例えば私の憧れてる人をゲストにお招きする、ブラウン管の向こうで憧れてたね、うん、面白い鑑定士の北原照久さんとか、うん、歌手の岩崎宏美さんとかね、うん、ミスターサーマータイムでおなじみのサーカスの皆さんとか、うん、異邦人でおなじみの久保田咲さんとかね、うん、あとシンガーソングライターウイスキーはお好きでしょって曲を作られた杉正美さんとか、元巨人の篠塚さん、うん、漫画家の川口海士さん、ね、サロンドショーの志保さんとかねもう憧れ、いやいや憧れた人をねゲットお招きすることができて、はい、また20代の頃ね、夢だったシンガーソングライター、うん、でこれをねこの番組始めてから、自分でメディカスバンドっていうのを作ってね、うんうんうん、CD を出すことができて、そのメディカスバンドっていうのはこの番組に出たゲストの方4人と作ったんですけども、うん、そのライブを年に1回やってるんですけども、志保、うん、さんもね、はい、来ていただいて、はい、ありがとうございます。いつも楽しませていただいてます。去年はね、その僕のイベントでね、メディカス8周年記念ということでライブを僕やったんですよ、下北沢のおとくらってところで。志保さんも来ていただいて、はい、その時にね、はい、その来ていただいた方の中から2名、特別にね抽選で選んでもらって、前に出てきてもらってインタビューするっていうコーナーがあって、はい、当たったんですよ。当たったんですよ、あれ。ねえ、でも入る前から分かりましたね。本当なのそれ、うん、それ言ってたよね、うん、当たりそうって言って聞いたんです。そしたら本当に当たってね。あの時なんて言ったっけ、翔さんの夢は素敵、え、幸せになりたいって言ったんだ。幸せになりたい、翔さん夢なんですかって言ったら幸せになりたいって言ったんだよね。幸せになりたいって言ったんですね。叶ってるじゃないですか、はい、どんどん。本当ですね、ねえ、はい、素晴らしいですね。
あ、浜ちゃんありがとう。水口さんのオーラもすごいですよね。本当ありがとう。松也さん、私も毎回翔さんのに会うたびに美の意識が高まります。素晴らしいコメント。内山さん、もうすぐ500回ですね。そう、あ、すごい。再来年ね、うん、2020年にちょうどね500回を迎えて、で、うちの会社が創業100年を迎えて、そして私が還暦を迎えるっていうね、もうなんかやらなきゃいけないでしょってことでね、今からねプレッシャーかかってますけどもね、もし何かやるときはぜひ来ていただいてね、はい、よろしくお願いします。村井君、確かに右と左では光の明るさが3倍くらい違ってる。これどういうこと右と左ってことねえ、松也さん、もちろん水越さんに会うたびに優しくオーラが感じられます。ありがとうございます。浜ちゃん、私も美の意識が高まりました、ね、よかったです。ヨネさん、インタビューも拝見してました。そのね、あの去年のね、はい、あのメディカスのイベントでね、はいはいはい、幸せを感じですね。見てなさい、ありがとうございます。さあ、それではですね、これから、抽選をねしたいと思いますけども、はいはい、まず、うん、女性、ここからいきますよ。皆さん、シェア終わりましたね。大丈夫ですね。女性限定でいきたいと思います。まず最初、はい、何でしたっけ、なんて言えばいいの、スキンケアセルフメイクレッスンスペシャルコースです。もう言えません、もう二度と言えません。スペシャルセットね、35,000円相当、はい、ね、これを女性の方限定ですから、これ1名、翔さんのサロンに行って、バブルのお風呂ね、はい、入って、あのメイクとかも教えてもらって、はいはい、全てそういう一連のコースを、はい、これは贅沢だわ、はい、ね、ただ、まあ、都内なんでね、はい、来られる方ということ限定になりますけども、はい、とにかくシェアをしてくれた方のみになりますんでね、もしこれ私参加したいですっていう方はコメントお願いします。今コメント、ここから1分間待ちますので、シェアをしてくれた方で、なおかつこの塩さんのねレッスン、はい、無料ですよ、うん、受けたい、うん、受けに行きます。これ日にちとかどうなの。日にちはまた後で後ほどね、はい、打ち合わせして、はい、行きたいという方で、女性の方でコメントください、うん、1分間待ちます。早いね、もう行きたいよ。戸谷さんね、参加したいです、村井さん、僕が当たったら女性にプレゼントするっていうのはダメ。いいですよ。ああ、そういうのもありか、うん、いいね、そいつ来なきゃね一緒にダメですよ、一緒に来たらその彼女だけね、その女性だけ呼ぶんだったら、まあ男性でも、でもそしたら男性もいっぱいになっちゃうけどな、まあいいや、うん、いいですよ、はい、はい、あの女性の方を呼ぶということであれば、今コメント男性でも大丈夫なそうですね。ミキちゃんね、ミッキー行けます、ずっと行ってみたかったのです。ありがとうございます。すげえな。あ、としなさんもスペシャルセット行きたいです。大阪ですけどね、来ますよありがとうございます。マセオさん受けたいです、マセオさんも受けたいですってますよありがとうございます、ね、竹内千秋さん行きたいです、うん、ミカちゃん、しおさん大好き、レッスン受けに来たい、すげえな、おい、あ、ヨッシーもね、家内にプレゼントします、うん、これありだと思いますよね、うん、ヨッシー OK、うん、ね、うん、来月東京に行きますね、はい、そういうことか、はい、佐藤のりさん、レッスンお願いします、はい、北海道ですよ、すごい、すごいな、ありがとうございます。北海道からね、うん、すごいすごい、で抽選しますからね、はい、ミキさん読んであげてください最後。ミキさん、じいさんじいさんはダメですね、私もダメです、はい、じゃあこれからね抽選いきますからね、はい、じゃあここでね、そろそろ締め切りたいと思いますので、はい、じゃあ村井さんどうすんの、入れとく、じゃあね、女性を呼ぶということで、あ、たけちゃん、彼女にプレゼントします、素晴らしい、 OK、 ね、じゃあここからね、ちょっと入れてくれない、名前ね、ちょっとここね、すみません、ワンオペでやってます、一人でやってますから、あの無言になりますけど放送事故じゃないですから、あの大丈夫ですから、はい、安心してください。これはあれですよね、男性じゃ女性だけの ね、 そうですよ、ね、一応ね、女性だけですよ、うん、ね、向けのプレゼントね、女性向けのプレゼントですからね、はい、男性はあの妄想だけにしてくださいね、はい、でどっからだっけな、あー、おかしい、ちょっとね、
ビッキーね。あ、川原にしてる。喋ってね。誰が言ってるの？しほさん喋ってね。あ、しほさんが喋ればいいんだよね。しほさん喋ってね。何話しましょうね。じゃあ、うん、水越さん、うん、何？何ですか？なんすかね。いやいやいや、どうぞどうぞ。いや、あの最近な、うん、あった、うん、面白い話とかいい話とか、いい話ですか？恥ずかしい話でもいいし、なんか恥ずかしい話。面白い話でもいいし、最近あった。うん、じゃあ村井ちゃん入れとくよ。恥ずかしい話なんかいっぱいあるんですけどね。忘れちゃうんですよね。忘れちゃうんだよ、そういうのね。本当にね。なハマちゃん、学生時代オカマバーでバイトしていた値も入れてダメです。としなりさんね。ねえ、なんだろう。水越さんの初恋はいつですか？うん、初恋、小学校だね。1年生かな。1年生ですか？あ、さ、僕に聞くとこれできないんだけど。僕に振らないでくれ。話したいけど。お味噌の話。あ、美穂さんさすが。そうそうそう、お味噌の話ね。いいわいいわ。何？私がその腸活でレッスンを受けてから、うん、あの毎日取り入れてるものがあるんですけど、うん、僕に話さないでいい。僕うんうんっつって分かんない。マイクにカメラに向かって話して、はい、そう、それが、麦味噌です。愛媛県から美代さんが取り寄せている麦味噌で、それを使って、ドレッシングを作って、毎朝食べてます。へえ。でこれがとても腸にいいんです。なのでレッスンにいらした方はこのお味噌があの買うことができますので、うん、でこのレッスン中はですね、この腸活のレッスンの時はちょっと特別価格で出しさせていただいているので、ぜひ参加してください。はい。あ、ごめん聞いてなかった。いっぱい話していい？いっぱい話す。どれくらいまだあるんですか？まだあるんだよ。水越さんの初めての告白はいつですか？だから俺話せないって今。ごめんね。うん、そうね。そう。もうあと、そのミッキー、え？何？何ですか？ミッキー？ミッキーさん？ミッキーさんのお野菜？うん、ああ、そう、どういう感じなの？もうね、ほんと素晴らしいんですよ。私ね、ガーリック、ニンニクもちょっと見せていたんだけど、ミッキーさんが持ってらっしゃるね、ニンニク。私の顔ぐらいあるんですよ。へえ。そう。なんかちょっと、もうちょっと感動してください。いや、だから今、もうね、ごめんね、今こっちからこっちだから。そう。うん、そう、え、ほんと？佐藤のりこさん、麦味噌作ってます。そうなんです。もうぜひ、作り方をお伝えさせていただくので、ぜひいらしてください。そうですよね、お味噌の話かなり聞きます。うん、ジャンボニンニクすごいんですよね。ジャンボニンニク、うん、そう、何、そうそうそう、結構みんなが助けてくださりますね、皆さんね。みんな優しいね。優しいです、本当にね。終わりました？まだまだ。味噌が腸にいいのは自然治癒力を高める働きですね。そうですよね。ミッキー農園さんはお母さんにプレゼントしたいって。はい、ああ、いいですね。いいですね。じゃあこれもやりましょう。はい、農園。お母さんって多分奥様です。ああ、そうか。はい。はい、奥様は、うん、ね、すごいんですよ。その本当に農園をやってらして。うん、ミキさん、麦味噌気になってます。いらっしゃってください。ぜひ腸活いらしてください。すごくいいレッスンなので。匂わないニンニク？ニンニク？ん？匂わないニンニク？匂います。匂わないんですか、このニンニク？書いてあるよ。匂わないんでしたっけ？ジャンボニンニク初耳です。発酵食品は本当に腸にいいもんね。いいですね。
なので毎朝食べてます。大丈夫ですか？来たよこれ。あ、俺も入れとこうかなじゃあ、はい。今回俺もちょっと入れちゃう。あ、匂わないニンニクだそうです。はい。ね、そのミッキーさんのお野菜見るだけでもすごくいいので、なるほど。はい、ぜひいらしてください。さあ、はい、やっとできたよ。今日は多かったからね、メディカツ大賞セット。さあ、こっから、ちょっと待ってね、カメラ。じゃあね、皆さん、こっから抽選いきますからね。1名の方にこれから決まりますよ。はーい。ちょっと待って。よいしょ。よいしょ。いきますよ。抽選。メディカツ大賞抽選。スタート。スタート。おー。一人名前が出てきます。止まるんですかこれ自動的に。止まります。え、あ、俺だもう一回ですかね。もう一回もう一回これあの俺当たっちゃったもう一回行くね。これ申し訳ないもん、だってやっぱりね。そうですよね、うん、もう一回行きますね、うん、ちょっと待ってね。じゃあもう一回行きますよ。ごめんね、もう一回行きます。もう絶対僕当たんないから大丈夫、うん、もう一回いきます。はい、誰だ、誰かな、誰かな、誰誰、ヨッシーちゃんおめでとうございます。ヨッシーちゃん、ヨッシーは奥さんにってことで、水上のカメラマン、ヨッシーおめでとうございます。おめでとうございます。ヨッシーこれあの厳正なるね、はい、結果でございますんでね、はい、はい、ヨッシーの奥さんということで、ね、はい、奥様に、奥さんもモデルみたいですよ、素敵な方です、すごい素敵な、あのすごくいい方ですから、本当良かった良かった、はいはい、ということでヨッシーおめでとうございます。やったーって言ってますよ、ね、よかった、娘と息子と娘が興奮してますって川原さん言ってますけどね、はい、ニンニクの話が、ね、もう一回抽選するならなぜ名前を入れたおっしゃる通りでございますね。まあいいじゃないですかね、多分当たると思ったね、よしおめでとう、おめでとうございますって、みんなおめでとうございますってね、おめでとうございます、さあまだあるんですよもう一つ皆さん、はい、今日はね、はい、竹内千明ちゃんもねおめでとうございますってね、はい、吉さんおめでとうございます、ますます美しくなっちゃいますねって、川原さんもね、ありがとうございます、みんなありがとうございます、お祝いしてくれてね。商品をねちょっとそれを説明してもらおうかな。はい、これはこちらは、はい、私の父のお兄さんがですね、うん、あの叔父が、藤沢という場所で、うん、あのコーヒー屋さんしてるんですね。あのコーヒー屋さん、カフェ、あの昔はしてたんですけど、うん、今ちょっと奥様が亡くなられたので、うん、あの自宅で細々と、うん、あのこういったものを作っているんですね。で、あの冬はその粉、冬じゃなくてあのオールシーズンなんですけど粉もあるんですが、うん、期間限定でこの水素水で作ったあの水出しコーヒー、はい、水素水で作った水出しコーヒーですよこれ、はい、美味しいですか。美味しいです。炭火のような味がするんですけども、これを、はい、このボトルで、はい、ボトルでプレゼントです。これはね僕もね参加したいなと思ってるんです今度こそ。これをこれはまあ男女限らずね、限らず、はい、こう家にいらしていただいた方は多分あの、あ、夏は、ね、飲んだことあると思います。ご自宅サロンでね、そうです、行かれるとこれが出てくるという。そう、みおさんなんてもう毎回ね何本も買ってくださる。みおこさん、はい、これ美味しいよねっつってますよね。あ、関さんもありがとうございます、ね、関さんこのコーヒー美味しい、はい、あ、みんな言ってますね。みんなね買ってってくださるんですよ。あ、本当ですか。そうなんです。ということでね、これをこれから第2弾、ね、これはもう男性も入りますから、はい、でこれはねシェアをしてくれた方の中から、お一人ということで、はい、シェア対象ということで、はいはい、抽選したいと思いますので、はいはい、あ、それちなみにさっきの、うん、水、あ、水じゃない、コースあったでしょ、はい、当たった3問、はいはいはい、あれは普通に受けられるんですよね。もちろん受けられます、ね、それどこで申し込めばいいの。ブログ
で、ブログで、はい、千穂さんの、はい、千穂さんのブログから申し込めますから、はい、今ね、お人の方抽選で当たりましたけども、無料でね、はいはい、これ普通にお金出してればね、はい、いけますので、はいはい、ぜひ申し込んでいただけたらと思います。あと LINE アットとか、うん、ああいうのでつながっていただいて、うん、あの LINE アットアットマークしほくさべ、しほくさべ、LINE アット、はい、LINE アットマークしほくさべ、はいはいはい、あの検索していただいてつながっていただければ、はあ、はあ、はい、ね、あの普通にダイレクトに。でもそれブログに出てるんだよね。あのブログにも出てますが、今検索していただいても大丈夫です。ああ、なるほどね。はい、シホアットクサベ。いやいや、全然違います。アットマークシホクサベ。あ、アットマークシホクサベね。はい。検索お願いします。ね、戸谷さん、水素水大好きですとかね。皆さん、本当にね、いっぱい。あ、取られたとか言ってますけどね。シェアした皆さん全体公開になってますか？まだ間に合います。いいですね、コーヒーが必要と思っておっしゃっていただければ。あ、起きてみるためにはお送りもできます。これね、9月までしかやってないんですよ。騙されないようにしてくださいね。そうですか。そう、9月までしか。え、そうなの？もうね、あのアイスコーヒーは9月までしか作らないので、あのすごく貴重なんです。そうですか、うん、もしご呼ばあったらもっと早めに、ね、じゃあ、あのこれはね、シェアしてくれた方の中から抽選しますので、これからですね、まずシェアをしてくれた方が何名いるのかをちょっとね、今確認しますね。確認できるんですね。はい、それで、番号を抽選して、その番号から何番という方で抽選、これ名前じゃなくてね、しますので、ちょっと待ってくださいね。ミカさん、ありがとうございます。すごい、シェア34件。お、すごい、すごいな、ありがとうございます。で、34名の中から抽選したいと思いますんでね。すごいな、ありがとうございます。ミキさん、34名、ちょっと待ってね。34名、放送事故じゃないですよ。ワンオペなんでね、許してくださいね。またなんか、これから潮さんが喋りますから、まだなんかあるんですか。あれ、何名だっけ、ごめん、34名か、34名、間違えちゃった34名、33、2つ買ったけど、潮さん喋ってね、もうミオさんに来てもらいたいわ。一緒に喋りたい。はい、じゃあ抽選しますよ、はいはい、まずね、番号を抽選します。何番目の方かというね、番号を抽選します。はい、さあね、何番目の方か、まず番号を抽選しますよ。いきますよ。シェアしてくれた方皆さんに権利があります。はい、自動で止まるんですか。はい、はい、あ、何番ですか。9番。9番、9番ね。9番で、9番目の方、シェアしてくれた方の中から9番目の方、これからね、あの確認しますから。さあ、どなたかな。みんなワクワクして待ってくださいよ。9番目いきますよ、はい、待ってね、これちょっと時間かかるんだね。9番目、うん、ヨネヤさん、おめでとうございます。ありがとうございます。ヨネちゃん、当たっちゃったよ。コーヒーでも嫌いだったよね、コーヒー。え、そうなんですか。そんなことない。そんなことない。今焦ってると思いますけどね。ヨネちゃん、コーヒー好きかな。あ、みんなワクワクドキドキって言ってますけどね。しほさん、喋ってね、喋って ね、 ってね。きっと俺だって言ってますね、村井さん。あ、まだ、まだあのタイムラグがあるんで、ね、そうなんだ、ね、はい、うん、さあ、ということでね、ちたちゃんというね、伝えるチャンネルというね、この自分 TV を配信されてるヨネヤさんが当たりましたね、はい、おめでとうございます。コーヒー嫌いだって言った覚えないって言ってました。ヨネちゃん、おめでとうね。おめでとうございます。あ、みんなね、ヨネさん、おめでとうございます。おめでとうございます。え、俺、ありがとうございますね。おめでとうございますってね、やったー、皆さん、みんな、ヨネちゃんのところに飲みに行こう、ね、はい、これでも、販売はしてんの。販売してます。どこで。私のとこと、あ、で、おっしゃっていただければ。あ、そうなんですね、はい、あ、
でも興味あるよねこれね。そうなんですよ、すごく、うん、これで体のお掃除もしてくれる。あ、そうなんだ。そうです、水素水なので。いいね。これちなみにいくらするんですか。800円です。あ、そんなもんなんだ、はい、欲しいですね。ぜひ。あ、はい、ね、村井さんがね、米さんはコーヒー飲めませんって勝手に言ってますけどね、法律で禁止されてますって勝手なこと言ってますけどね俺は違法行為してたのかって言いますけどね。みんなね、あ、美代子さんまた買うからって言ってますけどね。ありがとうございます。9月いっぱいです。え、9月いっぱいということね、はい、ということでね、皆さん本当おめでとうございました。たくさんのね、ご参加いただきまして本当にありがとうございました。さあ、どうでしょう、メディカツ。すごく楽しかったです。本当ですか。はい、ありがとうございます。うん、あ、それでね、最後は恒例の、あ、さっきね、お話が出てた、私のキャッチアウェイっていう、はい、この番組のテーマソングでもあって、志保さんが生歌で何度もね、聴いていただきましたけど、はいはい、口ずさんでしまう。口ずさんでしまう。本当ですか。この曲、どうですか。大好きなんです。本当ですか、はい、もうね、塩さんにそんなこと言われたらね、緊張して声出ないかもしれないなということでね、最後は、はい、無理やりね、ゲストに聞かせるコーナーですねキャッチアウェイというね、はい、私のメディカツのテーマソング聞いてください、はい、一番だけですからね、お付き合いください。よろしくお願いします、このマイク近くの上ごめんね、ちょっとこれ気になるんだよね、距離がね、はい、もう一回行きます。よし、塩さんそんな見つめられて言われたらじゃあもう一曲あ, いやいやありがとうございます。本当嬉しいわ、ね、だっていつもね生で聴いてたじゃないですか。聴いててもなんか私に弾いてくださってるみたいじゃないですか。いや、塩さんに弾いたんですよ。すごく嬉しいです。本当ですか、はい、ありがとうございま す, ういます、ね、そうやって喜んでいただけると本当に僕もね歌った甲斐がありますよね。はいね、米さんね、ではここで強制的に MC の弾き語りを聞かせるコーナー、その通りね、キャッチアウェイ2番まで歌わないよ村井さんね、はい、あ、相澤さん新幹線の中で見てますね、ありがとうございます。あ、今日もしかしてテレビの収録だったのかな、お疲れ様です。としなりさん、水越先生素敵です、この歌大好きです、ありがとうね。あ、美代子さん、うん、嬉しいな、素敵ですね。あ、佐藤のり子さんも素敵です、ね、伊坂さん、あれ歌わない、え、一曲だけで終わらせておきますので、ね、皆さん本当にありがとうございました。
最後にね、はい、もう一度だけちょっと告知をもう一回繰り返しておきましょう、うんはいね、9月13日あなたの中のダイヤモンドを輝かせるお茶会、はいね、これ何時からでしたっけ。10時です。10時から、はいね、9月22日常識が変わる家庭料理シェフにと、はい、特別扱いされる術のお教室、はいはい、これ10時半です。10時半から、はい、そして9月27日木曜日10時半から、はい、腸活で体が変わる、はい、ね、この3つのイベントが近々ありますんでね、はい、ぜひ翔さんにね会いに行ってください、はい、よろしくお願いします。お待ちしております、はい、でメディカスもですね、はい、あメディカスもじゃない、私もですね皆さんにあの動画活用のお話をいろいろさせてもらって、うん、セミナーとかコンサルやってます。皆さんねビジネスやっていく中で動画っていうのをこれからやっぱ使っていく必要性があるんですよ、うん、でそれをねどういうふうに使ったらご自身のビジネスお仕事の売り上げを上げることができるかというお話をね、うん、させていただいてます。セミナーが今月は9月20日そして27日とね、ありますので、ぜひご興味のある方はこちら、はい、お金を生み出す動画活用セミナー9月20日木曜日19時から新宿です、はい、これ夜ですね。9月27日木曜日これは14時から昼間です。九段下、両日とも同じ内容ですけれども、動画ちょっと興味あるな、動画どうやって使ったらいいんだろう、まだ動画 YouTube に1本しかアップしてない、いろんな方がいますけれども、それはお金になるんですよ皆さんね。売り上げを上げることができるんです。それはどうしたらいいかっていうことをね、お話しさせていただきますので、ご興味のある方はぜひ、20日のみ残席2名となっておりますが、27日はまだ大丈夫ですんでね、ぜひ、お越しいただきたいと思います。まあ何しろ8年間私動画ねこうやってきましたからね、もう皆さんにこうしたらもううまくいくのっていうのも本当にね分かるんですよ。それをねお伝えさせていただきたいと思いますんで、よろしくお願いしたいと思います。動画そういえば何か使ってたんだっけ。動画ですか。動画ちょっと撮りました。撮ったの、はい、今もう使ってるんですかそれ。なんか流してんの。はいちょっと作り途中です。あ作り途中なのね、はい、まあ動画絶対やった方がいいですよね、はい、このようなね番組ライブ番組をね、することによってファンが増えますし、ゲストをお呼びすることってね、あの人脈も増えるんですよ。だからね、いろんな方にあのビジネスお仕事関係なくこういうメディアを持つってことをねやってもらいたいなとも思ってますんでね、志保さんなんかやったらいいのにね番組ね、サロンと志保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 みたいなね、わかんないけど家内に報告したところ飛び上がって喜んでいました。よかったね。ね、告知は大事。ハムちゃんありがとう。美代子さん、うん、奥さんピカピカになりますよ、うん、ね、本当ね、村さん動画はいいどね、ありがとう。よくわかんないけど、ああ米谷さんね、リンクありがとうね、ありがとうございます、うん、ありがとうございます、ね、紙面じゃ伝わらないっていうことも動画だったら確実そういうこと、はい、ね、うん、はい、ということで、今日の本当に、ね、ありがとうございました。どうでしたかメディカツ、さっき聞いたんですよ。楽しかった。楽しかったですよ。またぜひ遊びに来てくださいね。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、メディカツ最後はですね、メディカツバンドのセイヤードリーム、メイキアドリーム、夢を語ろう、夢を叶えよう、これを聞いてお別れしたいと思います。最後にまた2人ちょっと出てきますんで、最後まで見て、お見逃しなく見てくださいね。よろしくお願いします。あ、いけない。メディカツポーズ忘れてた。あぶねえ、あぶねえ。メディカツポーズ忘れてたわ。開運メディカツポーズ。これ、見てる皆さんも一緒にやってくださいね。運が開けます。開運メディカツポーズ。これやると夢叶いますからね。ちょっと練習しましょうね。まず指を2本出して。火曜の夜を楽しむには。で、M を作ります。メディカツの M ですね。下から出しますよ。メディカツ。で、顔の右下。そうそう。で、いい顔してね。この時。はい。もう一回いきます。火曜の夜を楽しむ。あのね、これ言わなくていいです。僕だけ言いますから。ね。言わなくていいですからね。はい。いきますよ。火曜の夜を楽しむには。メディカーツで、こうやってもあるね。はい。いきますよ。じゃあ本番いきます、はい。視聴者の皆さんもね、はい、そこでスタバで飲んでるあなたもコーヒー置いて、はい、一緒にやりますよ。いきますよ。火曜の夜を楽しむには、メディカーツありがとう視聴者さん、ありがとう。ありがとうございました。皆さんもね、お付き合いいただきまして、本当ありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後にですね、メディカツバンドのセイヤードリーム、メイキャドリームをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。はい、あ、しほさん、毎週火曜日20時に配信すれば、みんな、
草部さんの番組に移動しますってね、メディカツミネーでってことでね、はい、メディカポーズやりましたよっていうことでね、はい、ありがとうございます。あ、佐藤のるさん、とっても楽しかったですね、本当皆さんありがとうございます。ということで、メディカツまた来週お届けしたいと思います。それでは皆さん、素敵な1週間をお過ごしください。さようなら、ありがとう。美を追求しようぜ。何をしてあげられるの。一人の声は小さく届かない空を見上げて流れる雲を見てた。今まで歩いてきた道、何一つ無駄はないと心に詰まった思いを言葉にしてみる。咲きかけた ということで、最後まで皆さんお付き合いいただきありがとうございます。翔さんも今日も本当ありがとうね。楽しかったです。ありがとうございました。また来てくださいね。はい、それではまた皆さん、また来週お会いしましょう。本当にさよならです。ありがとう。